それ2曲目、2曲目あれちょっと早かったですか。そうですちょっと1曲目の方まだサビしか、え、逆に、うん、2曲目なんかすごいすぐ頭に入ってきた。確かに CM っぽいよね。キャッチ、そう、やっぱさ、テーマがテーマだけに馴染みが、ね、なんか体にね、やっぱちょっとテンポで流れてそうな、にゃん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 うん、明日地球が粉々になってフフ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 フお前だけは生き抜いてやれみたいな、なんとか言ってやれみたいな、なかった。違うよ、あれ違ったっけ。違う、お前が歌詞を取れでもないよ。なんつってた、えは最低ってそう言って寝込んでやるだよ。あ、寝込んでやれに聞こえてる。誰に対してやれそんなことがあるなら寝込んでやれ謎の大家遭遇になってしまいましたが、なんとですね、本日9月16日イエイ、電波組ミックニューシングル明日地球が粉々になってもがリリースされました。バンザーイことでね、はい、みんな聞きましたか、聞きましたか、予約の方はトイレに行きましたか、行ったから、日曜までトイレに行くんだよ。そうなの、毎回言ってるけど頼むよ、日曜日までにね、日曜日までトイレに行ってね。まあいろんなね、大人の授業事情でね、ランキングとかあるからさ、ランキングとかね、たくさん強めの方がいるのでちょっと何とも言えないですけど、よくわかんないんだけどさ、はい、まあ、確かに前の週の、うん、まあ、ランキングだから、うん、日曜で締め切るのはわかるけど、月曜から日曜ってことだよね。でもなんでみんな水曜日に CD を出すの、月曜に出したらいいんじゃないの、なんか違う、だから、うん、月曜に水曜に出しましょうねって多分、うん、あのメジャーのレベルの人たちは、うん、なんか決まりがあるんじゃない、でそれをやっちゃうのがインディーズで、あ、うんうん、なるほどね、うん、月曜から出して、月曜から出してやれ、7日から月曜から出してやれはそんで1週間にちょっと持ってやれみたいな感じそ, そうね、なるほどね、身に覚えが、うん、月曜だったかどうかまでは覚えてないけどいや、でも1週間インストやりましたから、ディアステージはね、月曜って出してましたよ、昔は。全然分かんなかった、出してやれってことでやってましたね、はい、ランキングちょっとでも入ってやれ式ですよ。そうです、そうです、だからそのみんなが出してない中でね、食い込んだりとかできる、まあ、まあでもね、水曜とは言っても火曜日にはお店についていくからね。そうなんです、そうなんですよ、だから水曜のランキングから出るという、なるほどね、そういう風になってるんだと思います。よろしくお願いします。今日は BGM はもうずっとあ、違うか、違う可能性があるでね、あ、一応かかってます、でね、かかってます、あ、そこで可愛くない、ちょっと可愛くない僕のこと知ってますか、なんかあれだよね、一アッパーできなさそうだし大きくもなれなさそうだけど主人公のおじさんとそのアイテムが混ざったみたいな感じ。てれー、磯辺やんです、知らない磯辺感ないじゃない、キノコやん、うるさい、うるさい、なんで磯辺なんだよ、スーちゃんだって別にさ、うん、スーちゃんってパッと見ではわかんない、そんなむちゃくちゃやなかなかのむちゃ、いや違う、だってこいつはキノコのふりをしてるじゃん、キノコじゃないの、もしかわかんない、よく知らない、もっと大変なものなの、もしかして磯辺やん、磯辺、あ、ここいや、これの多分いろいろ入るのよ、海苔がついてるから磯辺、これ海苔じゃないよポーチだよ、ポーチ、あのですね、浅野いにおという漫画家さん、今デッド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 デ
えっやべえ、そうだったのか。そうよ、サンザドッグがイソメなんだよって、うん、イニオさん見てるかもよ。私は名前は間違えませんぞ。朝のイニオそうですね、新曲が朝のイニオさんが書いてくれた、かわいいよね、このね、電波組インクの絵なんですけど、こちらのね、T シャツがビレッジヴァンガード限定で発売していたりしますので、そこら辺もぜひチェックしてみてください、うん、よろしく。ちょっとオープニングトークが宣伝になってしまいましたが、今日は発売日ですから、はい、いつもタヌピョがね、水曜にあるから、うん、そうだね、発売日だっていいよね、いつもそうだよね、そう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 、で確かしない生放送あれだよね、武道館も水曜だよ、なかった火曜、武道館終わってから来たんだっけ、え、いや、武道館でも前日じゃなかった、まあ、やったっけ、直前なだけかな、よくやるな、木曜だっけ、なんか終わったかな、すごい近くにあったよ ね、あとだか前だか、ね、でもやる、えらいは、いやいやいや、あいで代々木の次の日も発表だった気がする、でもやるわ、いや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 、えらいはその日じゃね、おまあまあいろんな、ね、歴史とともに発表があるということで、うん、そうですよね、タイトルコールしますか、忘れてました、またタイトルコールを忘れて1時間やるとか40分ぐらいやっちゃうからね、それでは、参りましょう、はい、どうやるんだっけ、なんだっけ、5年やってんのにねなんかいい言葉があればなと思ったら、良きところで、うん、良きところで、吉川すなと今峰もなタヌピオラジオ、良きところで聞いてくださいよ、うん、私のこの一丁羅がおすげえカッパカッパ言われる、いやこれ今日のね、今日雨だしぴったりじゃない、ちゃうよ、弾かないもんこれ、本当に弾くかもよ、弾かないと思う、ちょっとお水をお願いします、やめて弾かないんですよ、でもアイドルはビシャビシャにちょっとなってほしいじゃない、わかりますよ、でも自分以外のアイドルでいいやさ、やっぱビショビショってブスだもん、メミーそんなことないよ、前髪とか濡れた日にも終わりだね、ここら辺以外、うん、ここ以外にビショビショならいいよ、ここはさ、なんかさ、すごいオイリーなワックスとか塗ってさ、ビシャーってなって、なんかパーって弾くのバーってなって、それ逆にすごいテカってるみたいな、すごい面白いこの辺ぐしゃぐしゃなのに、これそっか、プールロケの時とか顔にめっちゃ油塗ればやったなんかさ、ザッパすんのパシ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 、でもさ、若い子って言ったらあれだけどさ、弾くって言うよね、弾くじゃん、私さ、ちっちゃい時にさ、お母さんとお風呂入ってた時にさ、うん、めっちゃ水滴垂らされてたの、なんだろうって思ったら、やっぱ弾くねとか言われてて、お母さん見てみとか言ったら、ヒヤーってなってて、ゲラゲラ、ヒヤーってなるって言ってたけど、ね、そんなもう人事ではなくなってきて、やってみんの、まさかどうなんだろう、でもどう弾く、弾いてんじゃない、あ、うん、何飲んでたよ飲んだ美味しい杯いやなるほどね、まだまだいけますわい、重力だったような気もするけど、ね、だからシャワーパーって浴びてさ、うん、ブーンって体振ったらさ乾くみたいな3周もすれば乾きますか、ね、なんかあのなんかバレエのさ、こううんうんうんあっシュッサッてバッてサッパッサッパッそれで乾いたら若いよ、肌が乾くでもちょっと髪がね、そうだね、毛が多いんだよ、多い多い、私もぎっしり詰まってる、含有量なのに前髪だけ薄くなってくるわ、それのどういうことなの、かからない、内田さんにもなんかこの辺の前髪が薄い気がするんですって言ったら、本当だこの辺だけ毛が少ないねって言われて、はっきゅえ前髪だけずっこりなくなるとかある、ずっこりってわけじゃなくて、なんか、ね、この辺だけ薄いよ、なんかうななな、なんだっけ、うなじじゃなくて、なんだっけ、つむじ、つむじつむじのつむじの関係かな、なるほどね、とかさ、分け目がずっと一緒だとそこからちょっとさ、あの美女さっきも通らなかった美女が痛い来たりするね、お疲れ様です、気をつけてね、あれ
幻かと思ってスーちゃんが最近新人さん美女って言うなんか最近美女がさ最近顔のレベルで撮ってるんじゃない。いいことで、ね、大事よ。可愛いかおかしい、どちらか欲しい可愛い面白いおかしい、どれかだね。可愛くてめっちゃつまんない子と、うん、めっちゃ面白くて味のある子、ね、顔の子がどっちか、うん、面接だとどっちで、うわ難しい、一枠しかなくて。スーちゃんの、スーちゃんが選んでた時期あるでしょ。だっていや私が選んだ時期なんて全員入れたからね。可愛い子しか来ないんだもん。ああ面接で、あ、店長、うん、店長とか、まあ、吉川ですよろしくお願いしますって言って、もう可愛いなと思って、いつから出れますか相沢梨沙さんとかだよね、まあ、全員そうでしたね、もうね、大体はい、いつから来れますか。そうだな、でもそう思うと私さ、そのバイトリーダー的なさ、はいはい、とかそういう店長的なこと、責任がある役職に就いたことが今まで一回もないんだけど、うん、人をさ選んで雇うってすごいよね。でもやっぱねそれなりにピンとくるよ。へえ。そうね、でもやっぱすげえ可愛いとよく分かんなくなっちゃう。なぜ来たの、うん、じゃなくて喋ってるとある程度はこういう人なのかなってなんか出てくるものがあるんだけど、うんうん、なんかめちゃくちゃ可愛いとあんまりアンテナがうまく作用して、可愛い可愛いな可愛い可愛い可愛いなみたいになって、可愛い人っていうのがもうバンバン来るから入れてみたら実はものすごい病んでたみたいなさ、分かんない、全然分からなかったみたいな。可愛いのオブラートごつすぎて、うん、可愛いとねよく分からないよね。でも可愛いからいいかなってとりあえず思っちゃうね。よくないのかな。でも かわいいは7なんだ、隠すよねやっぱ。そうなんかね、あるね。でも喋った感じ人がいい方が結局長続きしそうな。そうだよそうだよ。でもさ結構さ秋葉でさ長くやってるとさ、めっちゃ可愛いのに不幸な子いっぱいいないなんかね、でも生い立ち激しい人が結構ね、生い立ち激しかったり、もうもちろん引退してる子たちなんだけど、めっちゃ可愛いのに死ぬほど男ないとかなぜその男と結婚してしまったのかみたいな、なぜ、いやめちゃくちゃとんでもなく可愛いんだけど、なんかすっごいどんよりしてる子がいて、ほ、うんとお祓いとか行った方がいいんじゃないみたいな気持ちになったりするのよね。不思議だよね。不思議だよね。でもうまくさ生きてるというか、まあ、ずっと幸せに秋葉でいる子もいるしさ、ね、何が幸せか分かんないよね。でもなんかさ、うん、そう整形とかがさ、うんうん、一回やってからめちゃくちゃエスカレートしてしまうタイプの人って、うんうん、元が結構可愛い人の方が多いんだ。分かる。結構そのままで可愛いのに、うん、なんかやりすぎちゃうくらいやっちゃうみたいな。さ漫画とかに憧れるのかな。美意識が高いんじゃないの。あちょっと可愛いから、もっとこ左の二重の幅が2ミリ違うみたいな、あ均一にしたいみたいな、あちょ美人の新芽に行きたいみたいな。新芽が美人なんじゃないの。なんか新芽となんかこの謎の三角形って、お胸だけ、ね、胸じゃないの。わかんないわかんない。ここだよね、なんかあるよね。あ、なんかこういうのあるよね。え、マジシェーディングするわ。いやそうだよね、やりすぎちゃうとか。でもあるね、なんかよしっかり読んだことないけど、ヘルタースケルターとか、うんうんうん、私はなんかこう整形しすぎてしまった人のドキュメントみたいなたまにやってんじゃん。でそれで うわ怖みたいな、でデータによるとみたいな出てくる。はいはいはい。私さセレブ雑誌が大好きだからさ、セレブ雑誌ってすごい種類があって、うんうん、まあまあハッピー側のセレブ雑誌もあれば、うん、もうそんなこと言ってやるなよみたいなことまでえぐりまくるセレブ雑誌もあるね。ゴシップ系、そうそうそう、ゴシップがそのレベルが結構えげつないやつとかもあって、
そうなると術前術後とか、うわこうあとシーズンによって写真が並んでて、この時太ってるのはこれ誰々と破局したからで、暴飲暴食によるとかめっちゃ分析してんの。すごい。そうそうそう、そういうブワーっていう羅列があって、そうなってくるとや本当にやってよかったなみたいなシーズンとかもあるんだけど、やりすぎると猫に似ちゃうんだって。へえ、面白い。そうなんだ。なんか人間が理想を追い求めていくと猫の顔になっちゃう。へえ。だからよくセレブ雑誌のえげつない方では猫化が激しいとか書かれてんだよ。専門用語なんだね。わかんないけど、やっぱこうやってこうやって、こうやってってなってくるとニャンってなるのよね。私ちょっと、うん、この辺ちだっけ、うん、目の下の感じが暗いんですよ。アルミ的大丈夫雨だよ傘アルミがあるんだよ。わかんないけど、すーちゃん本当にピチピチだよね肌。いやすごいたるんでるんだよ。へえ。それで整形かなって思って、うんうん、湘南美容外科の口コミが良かった。なんで真剣に考えてる結構調べるタイプ、うんうん、あーと思って、うん、でも、うん、そうなんかちょっと前によく喋ってたセレブなおばさまがいたんだけど、おばさまがなんかこの辺の肉をなんかくるってひっくり返してピピってやるとなんか取れちゃうわよみたいな、そういう手術あるわよ。ひっくり返してるよく分かんない、こっちから行くんだって。えなんかそれで、でも、もっと行ってからやった方がいいって言ってまだいいでしょ、まだもったいないみたいな。今やっちゃうと、猫感につながるよ。もっともっとになるんじゃない。難しいもんね。どっかでやりますもう私はたるみ気になってしょうがない。だってさ、ここでさ、話す話じゃないけど、すごいしたい話があるけど、やめよ、話しかない。やめるね。じゃあやめようね。うわー、話したい。女の子だけにしてくんない今聞くの。危ない危ない危ない。なんかどっちでしょ、大体女性のリスナーさ、少ないんだから。そうだよね。うわー、話したい。あー、ダメだ。現役アイドルって最悪だね。いやいや、いや、本当にその、えげつない話じゃなくて、面白い話なの。おー、面白い話なんだけど、うん、女の面白い話だから。なるほどね。言いたい、男の子に。うわー言いたい。すーちゃんにだけ後で言うね。そうする、ごめんね。なんかね、すっごい面白いところを全カットで話すよ。何だったの、何の話なんだろう。面白の起承転結、うん、ありまして、うよの紆余曲折ありまして、お姉さんに、うん、お姉さん、ここら辺にニキビがあるんで、レーザーでやったらどうですかみたいな言われて、うんうん、なんか整形までいかないけど、うん、ニキビが徐々にできなくなる、うん、レーザーなんだって。やってほしいね。それってなんか分かんない、菌殺すのかな、分かんないんだけど、まあ、でもなんかビタミン C をいっぱい入れたり、ね、何かのバランスだから。そう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 。でさ、私さ、ここですごい あるのね、この涙袋っての。あるね。それうまいじゃん。これすっごい言われんのよ。何、注入してるって。あ、そういうこと。結構叩かれる要因の一つにここがあるんだけど。そうなんだ。ゆめみねむめっちゃヒアルロン酸入れてるとか言われて、ウケる、マジ私ヒアルロン酸入れるお金あったら、うん、前歯矯正するヒアルロン酸、でもなんか別に入れなくていいよ。え、だから入れてるからこんだけあるって思われてるんだけど、私これクマだと思ってたの。なんかあんまそういう風に気にしたことなかったな。今はね、入れてるの増やしたい人が多いもんね。流行ってなかったじゃん。でもこれ別にね、急じゃん、うん、急にさ、なんか二重テープみたいなノリでさ、うん、目の下テープみたいなできたけどさ、うん、これって可愛いか。私別に可愛くないと思うんだよね。なんかさ、言ったらさ、のび太がメガネ取った時の下でしょ。ぷろぷろってことだと思うんだよね。そう、上まぶた、下まぶたってことじゃん、あれ。だからさ、なるほどね。これのび太の下だよ。
絶対可愛くないよ。まあ流行ってるんだからまあ可愛いから可愛いとだからなんていうのよ、よかれじゃないけど、うん、こいつそうしてんなってことはいいと、まあ、思われて、ね、思われて書いてくれたんだからいいんだけど、うん、そんな、ね、ここに私は必死こかないぞという、うん、そうね、それだったらどちらかというと、うん、歯とか、ね、ここにちょっとだけ ほくろなのか何なのかよくわかんないシミがあって、シミじゃなくない、これ何かわかんなくって、うん、何かこれを取りたい、でもね見えません、そう見えない、コンシーラーで消えるんだけど、ほぼ見えない、うん、それだったらやりたいとこはここ以上にいっぱいあんのよ、ね、私もほくろが多すぎるからちょっと、え、それかわいいじゃん、多すぎない、違うって小倉優子ちゃんがもともと結構ほくろがあるの、うん、へえ、で取ってかわいい、ちょうど、ま、間引きじゃないけどいくつか取るんだ、全部取ってるように、へえ、この話したような気がした、分かんない、うん、私はない、私はなんかこの辺、うん、こっちだっけ、2つあるよね、こっちかポンポンある、これはどっちかで、なんか絵描いてもらうときによくこれが残ってるからこれ以外はいらないかなみたいな、あーこれとこれとこれとこれはいらない、でもほくろって数えると増えるって言わない、 1,2,3 いや数えたことはないよなんかさ自分の知らないほくろ自分じゃ見つけられないほくろってあるじゃん、うん、みりんちゃんなんかさ内ももにない、なんいやらしいよね私なんかここにあるんだよね、へえ、これが写メの時とかにこうやって撮ると映ったり、うん、へえ、私もここにあるよ、これこれ、うん、あ、いっぱいあるね、ほくろってなんだ、なんなの、あんまそういう色がいいんだ、毛穴、毛穴の黒ずみじゃないよね、違う違う、だって撮れないじゃん、黒ずみは取れるじゃん、そっか、でもさ急にできんじゃんほくろって、でも去年はメラニンとかなんじゃないの、ゲゲ、でもちっちゃい時からメラニンあるわけじゃないもんね、まあどうしてもさ、うん、屋外のコンサートとかもあるわけだから、そっか、どうしようもなく お水着の撮影とか、あ、外ロケとか極力断ってるけどねお水着の外の撮影はお水着うちそういうのやってませんっつって、あらあらあら、だってもう電波の神々っていう番組で、うん、毎年海ロケ行ってたのに、うん、電波組のメンバーのテンションがあまりにも上がらないっていう理由でプールになったの今年ついに、よかったねー、でもプールって音が逃げないから、うん、それではやっていきましょうザーッとかすごい流れるプールの音とかがしてちゃうから、難しいけどね、どうせなら流れるプールとかがいいよ、いやー、エータソがわーとか言って流れてるところを見たいよ、でもプールロケはエータソが仕切りな、そうこれは期待できる、うん、ぜひ見てくださいね、皆さん、ピンちゃんもずっとずっと待っててほしい、わーいわーいわー、待ってるだけなのにずっと楽しい、すごい楽しいってずっと待ってほしい、なんでかわからないけど楽しいってピンちゃん何週目だろうずっとあるね、わーみたいなイメージですけどね、いやもう彼女はそういう人に、そんなにピンちゃんとめちゃくちゃ喋ったことがあるわけじゃないんだよね、イメージし、でも、もろそんな感じでね、でもやっぱちょっと大人になるとさ、うん、なんか普通に美容系のなんか、まあ、例えばいろいろなね相談に行くだけで、うん、そういうレーザーを勧められるようになってしまったんだと思って、でもさ、なんか点滴とかさあるの、あの辺ってでもつながってない、つながってるとはなんだろうな、なんかネイル系の何か、あ、ネイル、脱毛、そう、その辺の延長に整形が転がってるレーザーありますよとか美顔器ありますよみたいな、だから女の子の集まるところに、うん、まあ、例えば美顔器を作ってるとかレーザー作ってるみたいなところも営業かけてるってことかなって、うんうんうん、そうだね、置いてます、だから、うん、言ったら歯のなんかホワイトニングをしながら、うんうん、ここの、うん、とかあるのよ、すごいすごい世界だ、なんかしたい、でもそんなお金ない、そうなんだよ、高いんだよ、ね、高いよね、なんとかして、私の目のたるみが本当にひどくなってきたら、本当てか全然たるんでないよ、たる、なんか影があるんだ、嫌だよ影があるんだよ、だ、ね、私さ、笑ったら鼻のここがぺったんこになるの直しちゃうんだけど、あ、面白いヒアルロンさん、本当だヒアルロン
ちっちゃい時からお姉ちゃんに笑って笑ってって言われて、うーんって笑うと、わーって姉ちゃんが押して平たくしちゃったんだよ。あいつ、まーさん、まーちゃん、まーさん、ここ何なの、どうしてんのこれ、難しい、ここに力です。なんだいね、ぺったんこに。ぺったんこにしないで笑えるでしょ。うん、その間ぐらいを狙って。うわー、たぶんおもろ顔で今ちょっと猫顔だったわ。ピンチピンチ、猫顔。いやはや、お便りでも読もう。読みますか。読もう。ズバッと解決しないかもったな、ピアソーダイス、イエーイ。そういえば、リスナーさんほったらかしだったけど、みんな見てるから。今日は女の話に盛り上がってしまう。私は目のたるみは絶対に直してやるんだから、いつか。私もなんか、チャームポイントとは言われてるけど、歯矯正したいな。可愛いけどね。なんか下とかちょっと1本へこんでるんだよね。ちょっと気になることはあるね。いやそう、ちょっと待って、うちらがゲラゲラ喋ってる間にさ、お悩み送ったんですけど読まれないですね。そんなもんですね。みたいな、なんかお待ちよ、会話になっとるで。何、気が早いよ。確かに放置プレイありがとうございます状態ですねって、こうリスナーさん同士でさ、あらあら、 うちらをほっといてしゃべってる。ちょっといいけどね。まあまあまあ、でもいつもあのお便り多くて5通くらいしか読めない。やばいよ、どちらか半身だけほくろがめっちゃあるとやばいらしい。いや、こっちにめっちゃあるって。やばい、体、うん、なんか顔だから、こっちにめっちゃほくろがあってこっちないって言うとやばい。体はまあ同じくらい。てかさ、ここにさ、ドーンってなんかできると怖いって言わない？え？それでは、空回りのじゃがいも侍さん、20代からいただきました。20代。ネオさん、スーさん、こんばんたぬぴよ。こんばんたぬぴよ。空回りのじゃがいも侍です。実は今日、僕は東京にある大学院を半年遅れで卒業したんですが、おめでとうございます。先日まで学生生活の最後の夏休みとして北海道の実家に帰っていました、うん、ほうほう。そこで久々に会った母親から耳を疑うことを言われたんです。怖い。最近パート先のホームセンターの裏に野生のワラビーが出るんだよね。え、僕、え、ワラビーワラビーってどんな動物か分かってる？母、うん、カンガルーの小さいやつ。僕、有機類の。母、そう。分かってる。お二人に相談です。僕は母に担がれているんでしょうか、それとも母のパート先が実はオーストラリアだったのでしょうか。さらりと言われた一言が気になり夜も眠れません。ワラビーで、しかもさ、お母さんさ、有機類だし、カンガルーのちっちゃい版って分かってるよね。理解した上で言ってるよね。北海道ワラビー、ミーアキャットじゃないよね。北海道っていろいろいそうだけどね。そんなことあんのかな。動物病院ワラビっていうのある。ワラビって日本で飼えるの？飼っちゃダメとか。ダメでしょ、ワシントン条約みたいなやつじゃないの、うん、動物園にいるとかそれくらいみたいな。動物園、旭川動物園、うん、から逃げたとか。なるほど。なるほど。お母さんが動物園裏のコンビニでバイトしてるみたいな。なるほど。いやでもな。どうなんワラビーって。北海道ワラビーでは出てこない。なんだろうな。あ、かわいい。見て。かわいい。あ、かわいい。ワラビーってこんな顔なの。へえ。これいたらわ。でも何かと間違えそうな感じもするよね。キツネじゃないの？あの後ろ足が発達しすぎたキツネじゃないの？後ろ足で立ってるキツネじゃない？この感じ。こんなでかく。なんかこんなになってる ね。わらびーなんてやっぱいないんじゃない？すごいね。あら、ちっちゃいのか。めっちゃ可愛いね。いや、担
継がれて、まあお母さんでもそんな変なこと言うことないしね別に。そうですね、ちょっときついことを言うようですけど、うん、お母さんからしたら AKB と SKE と乃木坂が出てきてもどれがどれだかわからないように、うん、わらびなのか、きつねなのかすごいね、なんか変な猫変な顔の猫みたいな、うん、そうね、そういう敵な有有菌類の、そうそうだ、うんって自信満まあ、ポケットがある猫ドラえもんじゃん、そういうの話題になるよね、なるなるなる、なんだろう、でも逃げたらニュースになるもんね、これちょっと続報待とうよ。そうね、お母さんにしゃ見たらシャメ撮ってっつってタヌピオで、うん、タヌピオレディオアットマークっつってね、 お母さんに教えて、うん、ラジオのアドレスをお願いします、お願いします、気になるよね、侍の母でございます、ね、こちらが問題の動物でございま す, いますその時は専門家呼ぶ逆にちょっと問題になるんじゃないこんなラジオで言っていい話なの、確かに、じゃあこれは、ちょっと持ち帰りましょう、うん、ズバッと持ち帰り、ズバッと餅初めてだよそれちょっと続報を待つしかない、じゃがいも関係のラジオネームの方多いですねって、うん、そうだっけ、そうなの、有袋類だって間違えちゃった、猛禽類ってこと間違えちゃった、有袋類じゃね、有袋、有何の菌と間違えたのかが自分でも分からない、巾着の菌です確かに袋それ最高だねすいませんね、じゃあ次の答えを、中に巾着がある、中に巾着がある、ちょっと待って宮城にはカンガルー目撃情報があったらしい、あら、もしかして野生のあるのかね、いるのかな、どうなんだろうね、うん、サムさん見ているの、サムさん見てますね、あ、なんかちょっと気になる、ちょっとさっきの話に戻るけど、うんうん、俺もこの間ヒゲの脱毛で、うん、難病外科調べた、なんか、ね、私男の子のさすね、うん、毛問題をさ、はいはい、解決したじゃないタヌピオで、ね、うん、そしたらこの前ツーショットチェキ会の時に、うん、すいません一回剃りましたって報告されたもう生えてた、もうあ、ね、すぐ生えるからまあいいかと思ったけど、じゃないかしどうなんだ、男の子もさ一生俺ヒゲ生やさないわって悟った瞬間にさ、うん、永久脱毛した方が早いんじゃないかって思うのかな、例えば女の子ってさ、うん、脇とかさ、うんうん、絶対いらないじゃん、そんないらないね、自分が生きてる間にめちゃめちゃ脇毛ブームが来ると思えないじゃん、うん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 、ってなると永久脱毛っていう道はさ選びやすいけど、女は男の子ってやっぱきっかけがそんなないじゃん、でもやっぱさなんかカミソリ負けとかしながらさ、うんうん、この辺毎回毎回剃るんだったらもうっていう気持ちにならなくも、でもさめちゃくちゃさ急にダンディーになりたくなったりしてさ、なかったらつけひげつけひげ、なるほどね、私男だったらやるかもな、毎日剃るの面倒やもんねひげ、そうだよね、うん、どうなんだろう、でもやっぱなんか男らしさの一つでもあるのかも、生えてきたなっていう感じがあるのか、武将ひげがいいみたいな、うん、女の子もいるしね、ワイルドな武骨な感じで素敵、なんかさ例えばさここがカップルだとしてさ、うんうん、すーちゃんがさ脇毛が生えないとしてもさ、うん、なぜ脇毛が生えないんですって聞かないじゃん、そうね、でもさ私が男でさひげが一切生えなかったらさ、この人なんでひげ生えないんだろうって生えないタイプなのね、でもあんまり生えないタイプって見ないから、薄い人いても、ね、常につるっとしてたら、うん、あら違和感はある、永久なのかしら、うん、珍しいでしょうねあんまりでもさタクシーとか乗ってたらさ、うん、ヒゲの脱毛のパンフレットとかない、うん、あるあるってことやっぱ需要はあるんだよ、
難しい。なんかさ、うん、日戦でさ、うん、1回家具を買ったらさ、うん、ずっと来るんだよ日戦の。あーパンフがね、シーズンごと行くの、うんうんうん、で誕生日月かなんかの時だけ、うん、TBC の安くなる券みたいなのが入って、うんうん、1回だけ使えますみたいな、お友達と行けますって2枚ついてる、うん、おーっつって、うん、行こうかなって届くために思うんだけど、うん、結局行ったことない。多分3、4年その券を行こうかなって言って財布に入れて終わっとるわっていう、そう半年ぐらい行けるのに、うん、完全に忘れて。私さ20歳になった瞬間にそういうのいっぱい来たの。ああ、成人式のやつとかと一緒の勢いなのかな。っていうか多分どっかの何かのカード登録とかした流れかもしれないけど、なんか成人式になった瞬間さ、うん、で成人近いシーズンになるとさ、うん、めちゃくちゃなんか来ない、貸し着物くる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 ね。私引っ越しのしすぎで、うん、全く来ないの。それあるよね。転勤族はちょっと確かにちょっと寂しさある。それはそれでね、自分がここに住んでるっていう確認になるもん ね。それでは、はい、ペダルクラスターの受験生、やったー、15歳の方からいただきました。話を聞こうじゃないか。ネムキュンスーさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとう。ありがとう。もうそろそろ合唱コンクールが始まるんですが、はい、朝練など女子の固まっている感じが嫌で毎回サボってしまいます。どうしたらうまいことさらっとクラスに入っていけるんでしょうか。また合唱コンクールの思い出はありますか。女子も固まっている、この子も女子だね。じゃあ、いや違うんじゃない。あ、どうなの。女子じゃなかったら固まっていく感じに入んなくていいもんね。なんか男の子で、そう、女子の感じ嫌だな。ペダルクラスってことは腐ってんじゃないの。あ、いやそうだ、限らないよ。純粋に男の子だって人気ありますよ。まあもちろんそうだと思うんですけど。確かに。あ、わかんない。どっち、ね。だって女子の固まってる感じが、え、わかんない。男の子でもあり得る。男の子かな。女の子かな。男の子か女の子かで全然違うね。違うね。確かに言ってね、なんかちょっとイケイケな女の子たちが、ちってもやだやだみたいになって、うわーやだわー、マジ真面目に、あ、男かもね。真面目みたいな言いながらキャーってなってたら嫌かも。嫌かも。で難しいんだよね。あ、でもそう、あの感じのさ、やっぱ女子のキャッキャが苦手ってことは男の子かもね。シャイな男の子かね。なんか難しいよね。なんかさ、どちらかというと真面目じゃないタイプの班の女の子たちが、うん、ほんのりやる気を出したような感じで参加してきた時の、うんうん、難しさみたいな、うんうんうん、やる気があるのかないのか。やっぱね、そこはね、もう面倒だから先生とかに空気を一律にしてほしい、うんうん、私朝6時からさ絵描いてたことあるけど、朝練っていうか、その部活がずっと美術部だったから、うんうん、体育系の部活が朝練する時間に朝描きするの、うん、かっこいいねっていうのあったけど、合唱コンクールも出たことないとか、出たことない、ない学校だったし、うん、マラソンもない学校だったし、プールもない学校だったし、マラソンないの最高だな。ないない、マラソンはね、ほんと、うん、なんかマラソン大会とかにあったもん、うん、学校から出て街のいろんなとこ走って帰ってこいみたいな、なんで参加したのか不思議だったもん。そうやって自分がやりたい、いや全員強制参加なんだけど、なんか結構球技大会とか、もう私お昼過ぎとかに行ってお疲れみたいな、全然やる気ないみたいな感じだったから、なんであのマラソン大会ちゃんと参加したんだろうって自分で不思議で、全然好きじゃないのに。私とかそういう体育系の行事は全然出てないんだよね。そのね、学校がそういう学校じゃなかったからさ、うん、そういう体育で競うのは、うん、やりませんみたいな感じだったね。私は吹奏楽だったから可憐でしたよ、めちゃくちゃ。そっか、だいたいね7時とかに集まってるんだったかな。大変、ね、なんかね、合唱コンクールは出たことないんだけど、アンサンブルコンテストっていうのがあって、うんうん、時期かぶってるかもね、秋ぐらいに向けて、まあ、文化な
シーズンにやるんだね。そうかもね、うん、夏がその吹奏楽部のコンクールがあるの、うんうん、でも一番メインっぽい、はいはいはい、夏はね、だから共学の強豪校の夏は結構忙しいね。吹奏楽コンクールがあって、で野球部が甲子園行くんだったら甲子園の合間行ってみたいな。吹奏楽部すごい結構大変、うん、ね、うちはまあそういうのはなかったけど、行ってる人はマーチングバンドコンテストとかもいろいろやってるから。でも私の全国大学も夏だったよ。あ、やっぱ夏なの。あの私学だけが集まる絵の大会があって、そこに出して、うん、搬入して、うん、次の日行くと、うん、ここに紙がついてるかどうかで、シティショーみたいな、うん、みんなだ金か銀かペラ紙かないかで、あああれ思い出すたびにドキドキする。へえ。でね、こうやってね、うん、これ自慢していい、うん、こうやってそのみんなで並んで座ってる時に、その年に一番良かった子が次の年のポスターとかをやったりするんだけど、おお、まさかっていうのがあって。なるほどね。結構広い範囲だったから嬉しかったんだけど、うんうんうん、でもなんかそういうの走ったりとかができなかったから、うん、走ったりとか体動かして勝ち取るみたいなのを経験したことないからやってみたい。最近さ、そのヨアペダ読んだりさ、うん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 、最近ハイキュー読んでるんだけど、おお、いいじゃない、おお、いえ、いいじゃない。まだ推し決めてないんですけど。難しいんだよね、ハイキューはね。今んところ菅さんが好き。菅さんはいいね、菅さんはいいね。なんていうか、ハイキューはすごい、うん、あ、ちょっとあの腐れた話になるんですけど、腐れモードです。基本的にやっぱ読んでると推しが見つかると、うん、推しの彼氏がすぐ見つかって、あ、この二人ってすぐ思っちゃう、うん、そういう病気なんですよ。しょうがない、うん、そこはしょうがないと思って、うん、なんだけど、ハイキューはちょっとあまりにもキラキラしてて、うん、この子たちの誰かがもう坊主さんの手に落ちるなんてとんでもないみたいな気持ちになって、うんうん、なんか誰も手ごめにできないってなっちゃって、うんうん、じゃあ、臆され、臆され、臆されなかったの、ハイキューは。と思ったんだけど、唯一の、月島圭君、うんうん、こいつだけは、なんかめちゃくちゃにされてもいい気がするなと思って、月島君を中心に展開したの。展開しています。でも基本的には普通に読んでるね。ペダルもそうだったけど、あんまり、なんでかわかんないけど。私は、あの、配球は腐ってないんで、配球は基本的に普通に読んでるんですけど、腐らなくて大丈夫です。面白い、うん、だから運動の漫画をね、今まで実は毛嫌いしてたんですよ、うんうんうん、自分は運動が嫌いだから、うん、運動してる人の気持ちに共感して漫画を読み進められることはできるはずないって思って。なるほどね、面白い。読んでなかったんだよ、だって運動は苦痛だから私にとって。本当に嫌いだよね。大嫌いなわけ。あんだけダンスしててね、あれは運動じゃないから。運動だよ。でもあれは私の職業でもあるから。そうなんだけど、うん、あんまり変わらないよやってること。いや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 、だって体を動かして息を上げてるから、ね、そうなんだけどさ、なんていうの、まあでも音楽に乗ってるからまだいいのかな。うん、早く走らないもんね。あの、ね、1番から4番に早く移動するとか頑張るけど、はいはい、それって歩数だから、うん、早くじゃなくていいのよ、うんうん、うまいことルートをさ決められてるところを大きめの歩幅でとか許容範囲なの、うん、だけど4から4まで全力ダッシュしろとか無理よ。なるほどね、うん、シャトルランってあった、はい、シャトルランってさ。何シャトルランって。私もね全然知らなかったんだけど、うん、地域によるのかな、どこでやってんだっけな、私どこで聞いたんだっけな、大阪にいるときか茨城にいるときどっちかで。マラソン的なこと。シャトルランはね、なんかこっからここまでって決まってて、うん、そんなに遠くないんだよな、20メートルとかかな、をてっ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 てピーみたいな、スピーまでに走るみたいな。ちょっと私もすごいうろ覚えなんだ。何それ、全然わかんない。その、うん、てがどんどん速くなるみたいな。それは速くなるための鍛え方の方法。いや、それでスタミナが
あ、どういうことだっけ、私もね、あんまちゃんとやったことないんだけど、ちょっと検索してみよう。なんか地域によってはかなり当たり前にシャトルランが馴染んでるっぽくて。シャトルラン、シャトルラン、すごい不思議だった、初めて見た時。え、見れるものなの？あ、うん、なんかそのシャトルラン やってたから、やってんの、音源て、音源ある、音源聞こうよ。茨城はシャトルランありました。あ、やっぱ茨城はシャトルランある。じゃあ茨城に聞いたの。20メートルシャトルランの方法、うん、1、プレイヤーにより CD、うん、かっこテープ再生を開始する、うん、2、一方の線上に立ち、うん、テストの開始を告げる5秒間のカウントダウンの後の電子音によりスタートする、うん、3、一定の間隔で1音ずつ電子音が鳴る、電子音が次に鳴るまでに20メートル先の線に達し、足が線を越えるか触れるか、その場で向きを変える。あ、そう、なんか線を越えるか触れたらしたらその場ででまたチュッチュッチュッて始まるかで、それがどんどん速くなるから、うわーっていうこの動作を繰り返す。5秒前、3、2、1、スタート。たったったった、最初は余裕じゃん、待ってたりするわけだ。そうそうそう。1で、また折り返す。戻ってんだ。そうそうそう。そんで、これが多分最終的に、めっちゃ速い。ふわっふわっみたいな。やばっ。男の子だと、これが100何十までいくとか、女の子は、なんか何十何とかまでしかいかないみたいな。そうだと思うんだけど、測定を開始した時電子音の間隔がゆっくりすぎて先に線上で待っている児童生徒がよく見られます、うん、線上で待つ走る、線上で待つ止まっては走るという繰り返しは、うん、体力を想像以上に減らしてしまう動きなのです。スピードを殺さずに低燃費で走り続けるには電子音の間隔にしっかりスピードを合わすことが必要になります。小学生の場合は途中まで先生が一緒に走ってあげて、うん、先生より先に走ったならしんどいよと言ってペースメーカーをしてあげることをお勧めします。あ、じゃあデン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 じゃなくてもうデン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 ってことか。これどこの、どこだとやってんだろうね。関西はやってないってことだよね。大阪にいた時聞いたことなかったもん。私もだって中高は大阪だから聞いたことない。私高校から茨城行ったらみんなが当たり前に、あ、シャトルランねみたいになってて、まあそれやめなった。待って、なんでこんな話になったの。北のこと、北の地域。茨城は東関東とかかな。そうだな。地域によって存在したりしなかったりします、うん、その地域のカリキュラムに入ってるとみたいなことなんですか、うん、やったことないな。待って、10代のペダクラ受験生の不女子の子からもお便り来ちゃった。お、じゃあ不女子の子も読もうよ。さっきの子解決してないけどごめんね。なんだっけ、その女子の固まってる感じが嫌で、合唱コンクールが。男子で固まっちゃダメなの。そうね、固まり返していきましょう。ラー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 、酔った酔った。大画面出ると酔うんだよね。やりたい。私 PSP じゃないと酔っちゃう。私は結構普通のテレビでやってたから。箱丸でやると本当に白までやったことある。箱丸って何？ XBOX。 ああ、なるほどね。へえ。XBOX って箱丸って言わない？360。360。あんまり分かりません、はい、それでは、今木のすーさん、こんばんだなぴよ。こんばんだなぴよ。毎回楽しく聞いています。自分の親は秋葉原近辺で働いているんですが、最近オタクっぽくなってきたのか、姉とアニメの話をしているとき、あのアニメ面白いよねとか、ついにこの間はちょっと腐っているよねと言われ、まさか不女子なことがバレてしまったとドキドキしています。お母さんに。いや、ね、あ、お父さんに。あ、お父さん。お父さんに。父の言った腐っているよねは不女子という意味だったのでしょうか。どうやったらうまく隠せるでしょうか。何かいい案があったら教えてください。でもさ、腐ってるよねって言ってくれるお父さんに隠すことなくない？いいよね。理解あるってことでしょ、うん、もうね、虎の穴の通販を一回頼んで、そしたらもう思いっきり虎の穴って書いた封筒が届くから、これ届いてたよってお父さんに、あ、
これは本の薄さ的にどういったものかバレているみたいなハートフルなことを言ってみてはいかがでしょうか。なんだそのおすすめは。ちなみに、うん、今読んだメールがどっか行っちゃったよ。シャトルランやってる人いるね。町アラとアラクロが好きです。私も町アラ。アラクロ分かんない。黒でも黒、あのあれで箱学の子だよね。ん黒だ。黒あ、セチミだ。分かんない。あ、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 黒学は2年目からと、ね、アンディとフランクのさ、次にさもう一個背筋増えたよね。マジ？それは最初の方から。え、あったっけ？あれ？まあまあ。途中でね、うん、アブだったの、アンディ・フランクで、背筋呼ばない時期もあるよね。基本ここしか呼んでなくない？でも背筋急に呼び出す時あるから、あ、自信あんだなって思ったね。やっぱ使う時の、来るんじゃない？シャトルランの話分かってる人いる？いっぱいいるよ。あ、いる。そうなんだ。北海道ですけどやってました、シャトルラン懐かしいです。毎回一番を争う戦いでした。かっこいい。持久力ないとなかなか。千葉はシャトルランありました。千葉、茨城、持久走かシャトルランどっちかだったです。シャトルランか 1000m かどっちかみたいな感じでした。シャトルランリアルに10回行かなかった黒歴史です。マジで？どんなんだったかな。あの音がトラウマになるんですよね。でもそれも聞くね。トラウマ音楽。200往復とかするとクラスのヒーローになれる。200行くことあるの？へえ。125とかでした。120本以上行ければ逃走中のハンターになれます。確かになれるわ。それ面白いね。怖いよね。そんなオーディションなのかなあれ。もしネムが逃走中出た時にさ、捕まってさ、あの時のお便りの僕ですって言われて、誰だよみたいな。あなたは125行ったんですねって。私もう出だし5分で捕まえた。あー夢見ねえ。でもさ、意外とさ、のそのそのそとか言ってさ、こっそり100万円もらえたりとかして叩かれたら嫌だな。でももらったらもらったよね、叩かれそうだよね。100万円もらったらあれですよ、タヌピオのなんかこの椅子とかセットがね、ついにセットちょっとセット作ろうよ。タヌピオいいね。いいね、いいです。そうそう、パパになりますね。いいですね。10回以下はやばいですね。私どうせこういうの8回とかなの。だってそもそもモチベーションがないんだもん。まあ、でも今は走ると思うよ。もう決まってるから。いや別も、いやだってこのショックの話言ってもいい、この今日ね、このサンダル履いてるんですけど、サンダルだからっていうとこを加味したとしても、私の小走りは、こうカートを押すおばあちゃんの急ぎ足と一緒だったの。あらあら。嘘でしょと思って。まあまあまあ、小走りタッタッタだよ。サササさに負けたの。でも信号チカチカでさ、競歩が超速いみたいな感じよ。私競歩なら負けないと思う。なんで？嘘。なんで負ける。嘘。なんで今ちょっとなどうしても張り合いたかったけど、やっぱ嘘ごめん。なぜ負けないんだ。最初に脱落しないように頑張ってた人が多いんだって。シャトルラン最高154だった。すごいじゃん。すごい。 いやもうよくわかんないもんな。ちょっともう一回やんないと。どれくらいの数でどれくらい苦しいのかが思い出せない。やだな、全然やりたくないな。やりたくないよね。それでは沖縄から、34歳男性 F さんお便りです。はい。スーさんで向きを本番並びよ。本番並びよ。川口湖に向け体を鍛えようと思っています。お、なかなか成果が出なくて困っているんですが、お二人は普段隠れてどんな運動をしているんですか？こっそり教えてください。お願いします。いやまあ隠れてるからね。そう、言えない言えない。隠れてるからあれだけど。内緒よそんな。
めめさんダンベルぐらいは上げてるんじゃないですかね、うん、隠れて。うちのお父さんダンベル一時期めっちゃ上げてた。デブのお父さん結構小柄じゃなかった。175センチだよ。あ、ちょうどいい、うん、足背低いから自分小柄じゃなくない？ 175 って別そんなでかくないけどさ。そうだ、でかいって感じ。まあ、ふ お, あのおじさんにしては、まあ、あるな。あ、かがんでた、かがんでた。私が筋肉嫌いな理由はお父さんが無駄に鍛えすぎっていうのがありますからね。そういうたら私の鍛え方なんだろう。私多分普通に普段のダンスレッスンで、うん、鍛えあれやってる。何これ16ビート。何する？16ビートで何する？刻むの体。ほうほうほう。これを体に覚えさせて、うん、とかが取れるようになる。でも細かく刻んだ方がリズム感が良くなるんだよね。そうそう。で4にしたり、うんうんうん、鍛えるって言ったら打楽器と同じですよ。あ、どんどこ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 、あれっていきなりどんどこやるとやっぱ取れない、ずれてっちゃうんだけど、うんうんうん、からピッコッコッコピッコッコッコテン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 コンテンコンテンコンテンコンテコ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 。それの練習してる。そういうこと。それの練習してるし、同じ原理で例えば3回転、うん、完全にできるようになったら本番で2回転ができるみたいな、うん、そうね、そういう意味もあるらしいのと、うんうんうん、あとはなん、アイストレーション、アイソレーション、あ、それ全然でき、ね、分かってないけど、胸だけをとか肩だけをとかだよね。あ、それできないんだよね。全然できない。だから無理なんだけど、こうやって目、カメ20顎カメ、これはいける。20顎っていうのを横にもして、うん、横にはいかないよ。横にして横にいけばおかしいでしょ。回すっていうのとか、痛い痛い痛い。それの胸バージョン、腰バージョン、お尻っていうのをやってると、うん、全然使わないとこをいっぱい使うから、うんうんうん、例えばもう腹筋旋回とかじゃなくても、うん、首の筋肉とかが鍛えられて、うんうんうん、意外とこう可動域が広がるっていうのがあって、そうやってただの鍛えるやつよりなんか広がるから、うん、普段使わないここら辺の筋肉とか、だから例えばお尻のくびれとかができるとかがあるかもしれないから、おすすめです。私やってました、アイストレーション、アイソレーション、アイソレーション。なんかね、演劇のウォーミングアップみたいなのに大体入ってるんだよね。なんか、まあ、ちょっと私のいた劇団の界隈で流行ってただけかもしれないけど、はいはいはい、なんかやっぱみんな普通に体をまずじゃあ人に音楽かけて伸ばしてみたいなやってから、でこうアイソレーション、うん、あ、ね、そう、胸とか肩とか、これできるとなんて言ったってシャングリラができるんだよ。できないよ、できません、うん、バリの気持ちでやるといい。バリの気持ちイメージはあるのよ、イメージを、ね、ついていかないで。首の短い人はできませんとか、なんかそんなことないんだよ、わかんない、関係ないのかな。そうそう、してる。あ、そうです、ね、そうだ、今日はですね、実は電波ちゃん生放送なんです。お、そうなの？そう、だから今古川みりん、藤崎愛音、ね、起きてます。でも出ないんですね、ちょっと寂しいですね。みんな出るわけじゃないのか。だって私タヌピオあるし。タヌピオ優先なの？そう、なんか地方マネージャーにタヌピオの流れで出ましょうかやったら無視されてる。で、ところでこの仕事なんだけどって、いろんないのかなってなったけど、伸びしろとか生でね言いますけどねと思ったけど、まあ多分タヌピオをねマネージャー優先してくれたという。すいませんね。なので1時から、はい、FM 東京 FM の方で、この後、
みりんちゃんとピンキーの出る生放送で今日はお届け電波ちゃんがありますので、はい、ぜひチェックしてください。聞いてください。もうねあと10分もあるから、その間にみんな 寝ちゃうかもしれない。ダメダメダメ。一応私今、もうすぐで始まりますってやつをリツイートするんで、公式ちゃんをねチェックしてください。あのラジコとかで聞けます。お願いします。みりんちゃん死んでしまいます。そうなのよ。そうなのよ、ね、分かってる人は分かってると思いますよ、ね、そうなのよ。今からやるでしょラジオね。終わったらそのままでしょ、ね、おはスタでしょ。そのままいいんでしょ、ね、その後うちらは結構早めから仕事なんですよ。みりんちゃんが死なないように。でもその後ちょっと寝てまたみりんちゃん仕事なんです。うわうわ、まあ、今日はちょっと寝れたのかな。今日はちょっと寝てます。昼入りだったんで。なので仕事があるのはありがたいことですが、みりんちゃんに皆さんね優しく優しくしてください。そうだよね。おはスタもね入り早そうだもんね。もう相当早いと思うよ。3時とかじゃない。何回も通すから、ね、生放送だから。そうなんだ。通してんだ。通すよ。すごいね。なんかさ何回も落としたらさ変な感じになりそうじゃん。同じこと何回も。そこはみっちりはやらないよ。もちろんコメントとかは流れとかはなんかない。流れとかこの時に移動しますとか、はいはいはい、そういうのきっちりやってないとやっぱねその、ドアが開いてとかとガーンとかぶつかったら良くないじゃんとかそういうのがあるからすごい念入りに丁寧にやってる。そう、なんかすごいきっちりしてるから感動するよ。それに週5で出てる山ちゃんの凄みを感じるね。山ちゃんがすごいし、私とかその電波組のその普段行ってないメンバーとかにすごい優しくて、そのリハ中とかも面白い話してくれたりとか、さすがすぎる。声変えてくれたりとか、いいな。すごい。あの方は本当にプロ中のプロだと思いました。本当にね。なんか声優さんが選ぶ声優ランキングみたいなので1位だった。やっぱ憧れでしょ。すごいそのベテランさんもやっぱいっぱい並んでるんだけどその中でみたいな。本当に恐縮です。いや素晴らしい、ね、なんかちゃんとあの花江くんって犬みたいなのがいた、あの子とかもやっぱ優しく絡むし先輩らしくちゃんと教えたりとかしてて。そっか花江さん声優さんで。そうだよね、なんとか乙女レストランの人だ。そうそう、とかそれこそ夢100とかの声してるね。おおお、はい、そうなんですよ。いいね、最近の声優さんにちょっと詳しくなくて、私全然声優さん覚えてない。佐久間レイさんしか分かんない。会ったことあるやつ佐久間レイさん。会ったことない。レイさんあれだよね、あるの。うん、私そうなんかねオープンキャンパス的なところで先生やってる時いいなーって一番前の席取ったからすっごい喋る。私好きな声優さん1位だよ。ええー、私誰だろう。あ、終わる終わる終わる。あとバターカップの声優さんも好き。わかんないわかんないよ。いきますかね。まあね、うちらもオハスタぐらい、やってますから。毎日やってないからね。あっちがすごいのは毎日やってるってところよ。いや、オハスタは週1じゃみりんも、まあね、うちらもタヌキを週1でやってる。私今山ちゃんの苦労について考えてたから。山ちゃんはすごすぎて。まあね、そうですよ。お、みりんがタヌピオで応援してくれてるという噂がありまとう。嘘だ、応援なんかしてないよ。せやけないだろ。別に全然録画なんかしてないんだよね。しないからね。夏休みの間なんか全然出てこないじゃんとか思ってないから。めっちゃ見てる。全然みりん出てこないじゃないか。みりんちゃんのなんかホットケーキとか大爆笑だった。アホだっけ、なんだっけ、オハじゃなくてなんだっけ、逆になっちゃったオハ。あ、そっか。よもうね。いや、皆さんあのままでいてほしいです。みりんちゃん、ほんとおばあちゃんになってもあんなだろうな。仲良くしてほしいですけどね。仲良くし
してくれるし今後とも今後とも、はい、いやちょっとねむさんとはそろそろって、私もなんかもう絡みすぎるな、絡みすぎたなとか、そうなんだ思うとちょっと、うん、あんま話しかけないようにしたりとか調節しないと、調節し何なんだろう、彼氏が彼氏が彼女が7人いるうちの1人みたいな私メリンばっかりやりすぎた調整しないとそういうんじゃないけどあんまりねグイグイ行きすぎると嫌われそうじゃん、みりんちゃん、その本人はそのつもりないかもしれないけど、あんまりテリトリーに足踏み込まないようにしようって思うの、オタクの感じかもしれないけど、あんま仲良し小良しな感じないからさ、うちはそのずっと一緒だよみたいなタイプじゃないからさずっともだよ本当にはずっともだよ、よし適度じゃあそうそう終わりますかね、あいよ、はい、じゃああと5分なのその間にトイレに行ったり、はい、なんかお知らせ1個だけさせてください、ついに来週末だよね、になり、今週も、いや来週末になりました、小田原イズムさんの方で、そう、小田原イズムで、あの、まあ、いっぱいバンドさんも出るんだけど、ヨアペナの主題歌を歌ってるバンドさんも出てるんですよ、へえ、とかもあって気を引き締めていこうと思います、言っといて、はい私がまず私の自己紹介誰だこの女みたいになっちゃうよ、小田原イズム9月の26日土曜日に小田原アリーナの方で出演させていただきますので、よかったらチェックしてみてください、気合いの入ってる方はその後そのまま河口湖の方にぜひぜひ河口湖のね、あのリハーサルも昨日やったんですけど、相当気合が入ってるというか、私すごく伸び伸び歌えてる気がします、いいじゃないの、でぜひお楽しみにしてください、うん、はい、あとその小田原イズムに行くバスツアーがですね、もう結構乗り切らなくなっちゃって、人数が、うんうん、絶妙に乗り切らなくなって、絶妙にでかいバスになったら逆に空席ができちゃってよかったら今しかない買ってください、寂しくなって、お願いしまーす、お願いします、なんかこんなことならもうちょっと小さいバスでよかったのかな、でなんか行けなかった、とっとと締め切ればよかったと思って、確かに確かに、まあ、とりあえず行けるだけ撮るかって言ってたら、なんか変な感じになっちゃった、まあ、最悪なんかおじいとかリスコって乗ってるみたいな、乗るもう誰もがなんか乗れないじゃあちょっと電波組ミンクも、今、はい、まさに CD 新しいシングル、うん、明日月がこの頃になってもがリリースされましたので、はい、ぜひお手に取ってください、よろしくお願いします、ジャケットが浅野いにおさんでございます、うん、よろしくお願いします、あといろいろ岸田さんのバンバン組出していただいたりとか、うんうん、あとバズリズムのライブにも出ることになりましたので、うんうん、そちらもチケット売っております、よろしくお願いします、お願いします、でははい、あと3分ですね、みんなチェックしてね、東京 FM、それではお相手は吉川すのと今みんなもでした、バイバーイ。